よいしょ。毎度大きに不動産ですせ。今日はスケスケなお部屋があるっちゅうことで天満橋にやってきたで。天満橋駅言うたら京阪シティモールや地下にはレストラン街が広がってんで、北にも南にもアクセス良好や、フラット大阪城も見に行けるし、不自由政変営町や、そうこう言うてたら到着したわ。外観が独特すぎるし、何やら窓の大きさが異常やで。それにしてもええ天気やな。1階はテナント利用されてるで、宅配ボックス、エレベーター完備で不在時や荷物多い時も安心やな。白で統一された廊下にはでっかい鏡があって廊下が続いてるんかと思ったわ。もはやどっから鏡なんかようわからんわ。住んだ時は頭ぶつけんように気をつけなあかんで。今日紹介する部屋はすぐだけやなくて事務所としても利用できるらしいわ。周りにはランチもやってるお店やコンビニも要さんあるで。階段もコンクリートと白の柵で統一されてるわ。ほな入ってみよか。とてつもない開放感が襲ってきたで。ワンルームで30平米超え、洋室は約13畳や。カーテンも白にしたら真っ白な部屋の完成やな。玄関からじっくり見ていくで。白の壁に白の玄関扉、叩きはコンクリートむき出しでデザインのこだわりが感じられるで。玄関照明にはスポットライトが設置されてるで。シューズボックスは玄関入って左手の引き戸の中に隠れてるで。引き戸の中に隠せるし、ミニマリストさんにもおすすめできる物件やな。そのまま開き切るとシステムキッチンが登場するで。照明つかんかったのは堪忍やで。入って右手に室内洗濯機置き場や位置的に冷蔵庫と並ぶ可能性が高そうや。天板はメタリックに、収納部分はもちろん白や。コンロは二口のガステーブル、ワンルームながら調理スペースも十分あるで。デザインだけやなくて機能面も配慮されてるな。収納は左右2段ずつ、水回りの収納はすべてここになりそうな予感がするで。メインのスケスケ部分見に行くで。それにしても採光がすごいな。ここまでデザイン性に富んだワンルームマンションは二度とないんちゃうやろか。扉の癖がすごいんじゃ、開け方これで合ってるんやろか。リビングスペースと隔てるために床材は黒のタイルになってるで。白の空間におしゃれなワンポイントとして生きてるな。便器洗面台浴槽も全部真っ白や。壁にはほぼ正方形の鏡が埋め込まれてるで。浴槽は猫足バスタブにすることで 3-in-1 の本格的な洋風スタイルになってるで。もちろんカーテンもかけれるし、浴室乾燥機も備わってるで。マンションで設置型のバスタブ見るのは初めての経験やったわ。部屋は西向きで夕方まで西日が入るから冬はあったか、夏になったら遮光断熱できるカーテンにするのがおすすめやな。リビングには4箇所スポットライトが備わってるで。リビングのメイン照明として使ったら夜はさらにおしゃれ空間になりそうやな。お部屋はコンセントも要さん、マンションは光回線対応やな。室内にはエアコンが1機とテレビモニター付きインターホンが備わってるで。ボタン系は1箇所に集中して設置されてるで。バルコニーはリビングとまさかのバスルームから出れるようになってるで。眺めはリビングから見える景色と一緒やな。しっかりカーテン閉めへんと向かいのマンションから丸見えなるわ。いかがやったやろうか。
ミニマリストさんやおしゃれな一人暮らしを始めたい人にぴったりやと思うわ。ここまで見てくれてほんまおおきに、チャンネル登録もしてってな。